小人の気配。やはり小人がいたようですね。という感じで今日も小人図鑑の時間がやってきました。今日の小人図鑑ランドは裸海天狗です。タコと戦ってるってことは海中にも小人がいるんですね。ちょっと北斗神拳でブシュッとこうやっちゃいましたけど、中身大丈夫でしょうかね。じゃあ開けてみましょう。食玩ですからね、やっぱりガムからいただきましょうね。完成しました。これすごいですね。めちゃくちゃ険しい顔して戦ってますよ、これ。おでこ見てください、これ。すごいね、これ。海底ではこんな戦いが繰り広げられていたんですね。これよく見たら足浮いてるし、首絞められてるから結構やばい状態かもしれんね。大丈夫かね。今回の商品もここがね、カード盾になってるしね、ここに物が置けそうなんで、十分実用品として使えそうですね。そんな感じで今日の小人図鑑は、裸海天狗でした。大成 TV。三つ揃ったので、次は、バイブスマダラ。